はい、ハッピー世界線の皆様、こんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていこうと思います。昨日の動画ねお気づきの方もいらっしゃると思いますが、一国堂になってましたね。なんだろう、動画のこのさ、動きと声がめっちゃなんか乖離してて、遅れてて声が。それさ、普通にさ、私データの時はね、なんともなかったんですよ。アップロードしたらなんかそうなってたらしくて、今日はね大丈夫だと思いますので、よろしくお願いします。なんで昨日はね、一国堂動画になっておりますのでまあ、昨日さ、あんまりさ、そんな、なんだろう、すごいめちゃくちゃ書いてたりとかしたわけじゃなかったと思うから、そこまでね、なんかもう聞いてるだけだったら違和感なく聞けたと思うんですけれども、見てみるとね、ちょっと面白いかもしれないので、ね、ぜひぜひね、見てみてください。あ、でね、ちなみにね、なんかね、B3 ラボさんね、私が今使ってるこちらの手帳が、B3 ラボっていうね、工房さんの、こちら、モストロっていうね、モストロレザーを使った手帳なんですけれども、この間さ、この B3 ラボさんの、手帳の中に入ってたこちらのさ、注意書きじゃないけど、なんかお手入れ方法みたいなね、ことを書いてあるメモ用紙が入ってて、それね、ちょっと私穴開けちゃったんだけれども、よく見たらさ、ちゃんとね、店舗にてね、お手入れを無料で行ってくれるんですって。店舗が、全国に何店舗あったっけな ?8 だったっけな、だからね、調べてみるとね、出てくると思うんですけれども、浅草橋があれなの、工場があるところ、工房があるところなのかなごめんね、ちゃんと調べてないからわからんのだけれども、とりあえずその店舗にね行けばね、そのお手入れ無料でやってくれるんですって。それめっちゃ嬉しいよね。なんかさ、レザーケアとかってさ、まあ、こちらのモストロに関してはもう元々がさ、そのオイルがねたっぷり含まれている、革になってるので、そんなにねすごい、乾燥とかさを防げば、そんなに何過酷な状況にね置かれなければ、これ乾燥あまりしすぎるとね、ブルームみたい、白いなんか粉みたいなのがさ、出てきちゃうんですけれども、多分ね、それがなったらクリームとかね塗ってあげた方がいいと思うんですけれども、私はこれ毎日使っているので、そんなにね、しかも過酷な環境でもなんでもないし、うち部屋はさ、湿度一定になってるので、そんななんないと思うんですけれども、とりあえずそのね、 V3 ラボさんの、アイテムですね、買われた方は店舗にてね無料でそのケアを行ってくれるそうなので、もしね、この手帳以外にもねたくさんアイテムがありますので、そのオンラインストアとかね見ていただけるとわかると思うんですけれども、オンラインストアとかのアイテム買って、それでなんかケア方法がわかんないなって、心配だなっていう人はその店舗に行けばね、やってくれるそうなので、それはありがたいですよね。本当にね、こうね、モストロさんで、ね、昨日インスタグラムに動画ですね、動画、このちょっとバーってね撮ったやつをあげたんですけれども、あっちの方がね色味がね、正解の色味です。あっちの方がなんだろう、ちゃんとこの肉眼で見た時の色味が再現できてます。朝さ、こうやってさ動画撮ってる時とかさ、フィルターの関係もあってちょっと薄く見えてるかもしれないんですけれども、照明とかね、いろんな関係があって薄く見えてるかもしれないんですけれども、昨日の夜インスタグラムにあげたモストロさんの声ね、なんかちょっと動かしながらこのテカテカ具合をね表した動画とかは、まあ、ショートの10秒ぐらいの動画なんだけれども、それの方が色味がね正確に出てるので、そっちもねぜひぜひ見てみてください。やばい、 iPod を充電してなかったわ。そうなのよ、今日あれなのよ、仕事終わってからさ、カラカンでパーリーの間でまさかのカラカン集合というね、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ歌うかどうかは別としてさ、久しぶりにさ、そのカラオケのさ、ルームに行くのでね、もう昔はしょっちゅう本当行ってたんですけどね、今は全然行かないので、びっくりドンキ、よし、うほっということで、じゃあ今日もね書いていきましょう。昨日ね、ね眠気まなこでね書いてたことはね、あ、やば、あれだわ、ちょっとここら辺も切ってないわ、ちょっとここら辺の処理からしちゃいますね。私ね、今ね、N プランニングのスーパーライト紙っていう、本当多分トムイッパーじゃないかなと思うんですけれども、こちらのね紙をねメモ用紙として入れてるんですよ。これは、自分がふとね感じたこととか思ったこととか、これやってみたいなってことをとりあえず書く用のメモスペースにしてて、一応ねもうね半分ぐらいは書いちゃったのかな、半分ぐらい、このぐらいはねもう書いた記入済みのリフィルになってるんですけれども、
今さ、これさ、検索性をちょっとでもね、検索性っていうか、すぐに白紙のメモ用紙にアクセスするために、ここのさ、下の部分を切ってるんですよ。ここね、ここの下の部分を切ってるので、それをね、ちょっとね、切っていきたいなと思います。これ切るのはね、ほんとそのまま適当です。角度とかもね、全然適当。別に。よいしょ。ちょっと待ってね。どのぐらいだ？このぐらいか？すごいね、毎回毎回さ位置決めてないからさ、すごいね。ここら辺とかもさ、ちゃんとさ、スマホをさ変えるのよ。スマホ変えるんだけれども、iPhone からね違うのに変えるんだけれども、 Android にするんだけど、 Android 使うの多分ね、18年ぶりぐらいかもしれないですもうさ、ほんと、スマホ変えたら変えたでさ、またそれのさ、レビューっていうか、それもやりますね。一応、なんかその iPhone ね、私のその契約上、そのキャリアで乗り換えてからも、ちょっとした期間ね、まだ iPhone ね、持ってるので、なので2台持ちになるんで、そのちょっとした期間、少しだけの期間ね、2台持ちになるので、ちょっとその時にね、自分が買った、Android 端末のね、そのレビューとかも、レビューっていうか、私はあまりガジェット系すごい詳しいわけじゃないんですけれども、ただね、なんか、その切り替えてからどうだったっていうね、そういう感想は一応述べたいなと思っております。もう見てよ、Android に塗り替えるメリットとかさ、いろいろ書いてあるのよ。これはなんかまあさ、今さ、ガジェット系のさ、YouTube とかすごい見まくってるから、それでさ、得た情報ですね。うん。得た情報になっております。あ、まだ切ってないじゃないか。よし。じゃあ、ここも切って、よし。えい。もうね、欲しい端末は決まってるので、もう来月買い替えるんで、よいしょ。えい。超、ほんと、超久しぶりよ。あ、でね、今ね、私、めっちゃ、ここら辺ガッタガタになってるんですけれども、もし、これちゃんと揃えたい人は、ある程度の枚数でこう切っていただくのがね、一番いいと思います。私も角度もバラバラだけど、とりあえず、ここにね、すぐアクセスできればいいだけなんで、で昨日ね、夜ね、眠気まどこに書いてたことはね、再生リストを、分ける。今さ、再生リストが月ごとにと、あとは質問回答と開封動画とっていう風に、ある程度は分かれてるんだけれども、サイズごとって分けてなかったのよ。なので、サイズごとに、ちょっとこれからの動画ね、これからの動画はサイズごとに、もう再生リストを見られるようにしていきますので、もっとね、検索しやすくなると思います。システム手帳をとりあえず始めたいっていう人は、再生リストのシステム手帳を始めましての方、これ見て動画みたいなやつのね、再生リストがある程度まとまってるので、それもね、見てみてください。質問回答とかも、よくありがちなね、質問とかは、そちらにね、再生リストにプラスっていうか追加してあるので、そちらをね、ご覧ください。で、今日、これからの動画に関してはちゃんとそのバイブルだったらバイブルサイズの再生リスト、ミニ6ナロだったらミニ6ナロみたいな感じで分けていきます。ただ私の場合なんだろうな、その手帳でその動画見るじゃない。で、その時、例えばミニ6ナロを使ってたとするじゃない。もうその前後はね、大体ミニ6ナロで埋まってると思うので、まあそういうね、見方でもいいんですけれども、もっとね、検索性をね、アップさせるために、再生リストちょっとサイズごとにね、まとめていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。その方がね、私もね、見やすいのよ。私の方でもね、その方が見やすいので、ちょっとね、そうやってやっていきますのでね、よろしくお願いいたしましゅんと。ということで、明日ね、12月27日、明日、オリホンですね。オリホンを、そのネットプリントとね、ノートの方にアップします。ネットプリントの方は変わらず1枚なんですけれども、1冊なんですけれども、ノートの方は2冊プラス、今回は、今年もありがとうございましたペーパーをつけますので、計3枚ですね。紙にすると計3枚分になりますので、よろしくお願いします。よいしょ。で、今日は、まあ、これは27日にあるとして、今日、完全に、そのね、ペーパーね、ペーパーを完成させるとして、えい、ペーパー完成させると。もうこれさ、昨日のうちにさ、書いちゃったの、今日やりたいことをね。よし。あ、そうだ、ペンケースの中身とかもさ、やろうと思って。けど、ペンケースの中身に関しては、
ちょっとね、もうちょっと、整理整頓してからね。今これも、まあ、レジェンド級が揃ってるんですけれども、関係ないものとかも入っちゃったりとかしてるので、またペンケースの中身もね、落ち着いたらね、やっていこうかなと思います。もう筆記具とかはね、大体さ、そのシステム手帳にペンホルダーがついてたりとか、ペンホルダーリフィルを使えば、大体ここに収まるので、しかも今ね、モストロさんは本当にやりやすいです。本体のこのペンホルダーと、あとここのね、ペンホルダーリフィルをつけた時に、ペンとペンがさ、干渉しないようなね、ほぼほぼ干渉しないような位置になってるので、ものによってはさ、結構ね、カツ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 当たっちゃったりとかするのよ。これ、モストロさんはね、側が大きいので、ここのね、側の部分が、昨日も比べた通り、フランクリンプランナーのコンパクトサイズクラスに大きいので、なんで、干渉ね、しなくて済むんですけれども、大体のやつはね、もしかしたらね、この2本も刺すと、あまりにも大きいリングの手帳でない限りは、結構ね、こうね、締めるのがきつくなっちゃったりとかね、するかもしれないので、そこら辺だけね、お気をつけください。結構ね、ある、ペンを入れると、手帳が締まらなくなるっていうのはね、結構ありがちです。なんで、私は、まあ、特になんだろうな、M5 とかね、そういうのを使ってるときは、こういうベルトタイプかノートタイプを使うことが多かったですね、おそらく。あんまりスナップボタンとかだとね、結構きつくなっちゃったりとかする場合もあるので、そういうときはね、ベルトだったら、長めのベルトの方がいいです。いっぱい入れた時に、ベルトが短いとすぐね、パーンってなっちゃったりとかして、あんまりなんかこの包容力の部分がね、下がってきちゃったりとかするので、ベルトタイプで選ぶんだったら、もうちょっとベルトがね、長めのベルトのやつだと安心です。で、一番安心なのはノートタイプはね、もう本当にこうやってパーって開いていくだけだからさ、ノートタイプの場合はその他にゴムバンドとかね、買っていただいたりとかするといいのかなと思います。リフィルによっては、まあ例えばプロッターとかはさ、ゴムバンドがついたリフィルとかも発売してるし、アッシュフォードでもね、ちゃんとシステム手帳のリフィルをめちゃくちゃ取り扱ってるところは、アッシュフォードでもそのゴムバンド系のリフィルとかって出てたりとかするので、そっちでもゲットできるし、あとは100均とかでお弁当用のゴムバンドね、お弁当こうやってなんか閉じ締める用のねゴムバンドとか、そういうのがね結構 M5 とかには使えるので、あとは可愛いのだとメモリストの方ではバイブルサイズとミニ6に使えるゴムバンドとかが売ってたりとかするので、それもねおすすめですね。メモリストので、ね、手帳はね、本当最初に本革買うのはちょっとなっていう人はね、まずメモリストのオンラインストアを見てほしいです。メモリストのシステム手帳に関しては本革ではないんですけれども、本革のような何脂肪感のある革っていうか素材を使った手帳があるのと、あともう一つはそういうなんか本革風じゃない全く違うようなね手帳の取り扱いがあって、それはねもう見てるだけでデザインとかもねすごい凝ってて楽しいと思うので、ぜひぜひ見てみてください。ほんとね、本革じゃない方がいい人もいるじゃないですか。例えばなんかもうタフな場所で使ったりとかさ、雨に濡れたりとか、水濡れが心配とかね、バッグの中に入れた時に、もし万が一ペットボトルの水滴がとか考えただけでヒヤッとするとかさ、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、私がおすすめする本革以外の手帳ってなると、メモリストの手帳がおすすめでございます。今すぐ出るかな?一応ね、今ね、すぐね、出るものだとですね、こちらのね、これスプリングコレクションの、今年のスプリングコレクションのやつなんですけれども、こんな感じのね、手帳がございます。ちょっと、引こうか。こんな感じのね、今ちょっと中身をね、ちょっと入れたままなんだけれども、メモリストの手帳はね、こんな感じで、このコレクションネオシリーズのやつはポッケがね本当に充実してます。ここねバイブルサイズだったらお札が入るようになってます。お札クラスの、だから15センチぐらい入るのかな、15センチぐらいの縦幅があるのかな。あとここら辺にもカードポケットがあって、結構さ、このさ、カードポケットってさ、大体の手帳って、まあ、カードポケットみたいなものってついてたりもするんだけれども、こっちよりかはさ、大体多分こういう感じの方が多いんじゃないかなと思うの。ここ上からこうやって入れるやつね。メモリストのはスマートになんか横から入れる
ものになってるので、もうそこがもう第一オシャンっていうのと、あとこっちも見て、ここにちゃんとここね上から入れられるやつがあるんですけれども、もうカードホルダーがもうめちゃくちゃ豊富。そしてここは可動式のペンホルダーになってて、だいぶ太付きまで入ります。この可動式のペンホルダーね、これ見ていただくとね、もうわかると思うんですけれども、全然親指、私の親指が入るぐらいのね、太さなので、だいぶ太軸までね、余裕で入ると思います。例えば、いつもだったら入らないような万年筆とか入れてみる。あ、これもね、これパイロットのカスタム743なんですけれども、だいたいこういう万年筆ってさ、もうここら辺が引っかかっちゃったりとかして、その可動式のねペンホルダーがの機能がついてたとしても入らないという場合が多いんですけれども、こちらのメモリストの、ペンホルダーの場合はこれもね全然入るので、ほとんどのね場合はね、鑑賞用の極太万年筆ではない限りは全然ね平気だと思いますので、ぜひね見てみてください。これね当時の中身がね入れたままですね。あ、リフィル、あ、そう、ディバイダー、あ、可愛いディバイダーがあるから、これ通貨大ごと。ちょっと待って、これ見られてもいいやつあるか、見られてもいいやつかな、一瞬ちょっといらんやつ外していらんやつを外して、この可愛いねディバイダーとこのリフィルはね外しておこう、今使うから。よし、あ、あとこのデイリージャーナルも通貨を、よし、このデイリージャーナルも通貨言いましょうと、えい。もうさ、今さ、使ってるやつがさ、25ミリリングだからさ、もうさ、全然なんかこうやってさ、リフィルをさ、前使ってた手帳からさ、取り外してさ、そのまま入れられるっていうね、そのまま入れられるっていうのは、いつもだったら、あ、このブックマークも通貨を。いつもだったらさ、だいたい19ミリ以下の手帳を使ってたりとかするので、いつもだったら、こんなに入らないから、ちょっと少なくしてね、減らして、どっかにこのリフィルたち避難させなきゃなってね、なっちゃうんですけれども、今のね、モストロさんは25ミリリングでね、全然余裕なので、ちょっとこのままね、入れていきたいなと思います。このぐらいかな、入れるとしたらね。よし、このぐらいですね。ということで、そう、あと探してたね、リフィルも見つかったわ。このね、ダヴィンチのね、このさ、これずっと探してたのよ。英語サイズのしかなくって。これ何かっていうと、これね、別売りでね、こういうなんかメモ用紙じゃないけど、スケジュールとかなんかいろいろトゥードゥとかね、書けるやつが別途で売ってるんですけれども、これ何かっていうと、これなんかいろいろリストにさ、わーって書くじゃん。わーって書いて、これをそのままバイブルサイズに閉じて、いつでも今日のタスクを確認できるよっていうね、リフィルになってるんですけれども、これ探してたんよ。昨日、おとといさ、ずっと探してて、いや、絶対あるはずと思って。で、仕方なくね、フランクリンプランナーのね、これをね、やってたんですけれども、フランクリンプランナーのではなくて、私はこっちのダヴィンチのね、やつをね、使いたいなと思います。これをさ、昨日さ、今日26日でしょ ?26 日のところに、こうやってやっといて、よいしょ。もう私インデックスがさ、ぴょこぴょこ出まくっちゃってるから、なかなかさ、これはさ、目立たないんだけれども、これをやっとくと、アクセスが楽になるっていうのと、一瞬でね、この自分が今日やるべきことを俯瞰できるので、これはね、すごくね、便利なリフィルですね。で、今ゲットしたやつ、メモリストのこの、じゃあこちらのね、リフィルを書いていきましょうかね。ちょっと待って、メモ用紙系のリフィル。メモ系のリフィルはここに入れてあるのか。じゃあここから取りますか。今ね、ここのね、ここの、あ、ここにちょっと挟んどこう、一個。ここがね、私のね、空きリフィル。いつでも自分の好きなリフィルが一瞬で取り出せるようにストックをね、ここにしてるんですけれども、ちょっとここにやっときますね。で、もう一枚ディバイダー挟んで、よし。でこれも挟んどいてと。25ミリって素晴らしいね。もう全部入っちゃうよ。でここら辺はちょっと予祝とか感謝ログ使う書くように、またこのねピンクとかねオレンジのこの子たちも入れておこうかなと思いますと。よいしょ。今相当入りましたけれども、25ミリリングなんで全然まだまだね入りますね。これでもね、まだ余裕だと思うよ。本当にまだまだ入ります。このぐらいでもね。
でもだんだんここら辺がちょっとペンホルダーの位置はね変えた方がいいかもね。もうそろそろ真ん中に持ってきたりとかした方がいいかもしれないけれども、まだね全然入ります。よいしょ。一応リングの余裕さを見るとこのぐらいの感じですね。まあ人によってはもうこれは満杯だっていう人もいると思うんですけれども、私にとってはまだまだなんで私にとってはまだまだなんで、これからもねまたねじゃんじゃん入れていこうと思いますが、じゃあこちらのねスケジュールから書いていきましょう。これメモリストのさ、このさディフィルさ、今売ってるかな、あるかな、ごめん、なかったらごめんね。あるとは思うんだけれども、このリフィルの何がいいかってさ、ちゃんと4時から書けるんだよね。もうそれほんと重要。朝がさ早い人とかはさ、だいたいやっぱりこのぐらいの時間から起きてたりとかするから、このぐらいの時間から書けるようなものがね、とってもね便利じゃないかなと思います。で今日は、で昨日さ、桜クラフトラボ005のさインクさ、まだ全然あると思ってたんだけどさ、昨日 いっぱい書いてたらねもうなくなりましたもうこんな感じになっております。まだ若干出るけどっていう感じかな。出るかな。よいしょ。今日の天気は晴れと。今日まだ出るね。まだ出る。天気は晴れで、今日も確かね15度とかだったと思う。15度0度ぐらいかな。すごい予想で書くっていうね。で火曜日ね。今日は、あ、ちょっと近づきますね。遠くになったまんまだったわ。今日は仕事終わりに、仕事終わりでカラカン集合と。カラカン集合、昔さカラカンのさ、なんかモバイルアプリみたいな、なんかモバイルでポイント貯められるようなやつとかもさ、もうなんかダウンロードしちゃったけどさ、もうなここ何年もマジで行ってないからさ、もう全然わからないわ。でこの昨日ね、たまたまリビングにこう降りた時にジップがついてて、ジップでカラオケの、令和のカラオケの特集みたいなやつがやってたのね。今のカラオケのこの何、部屋とか、あとはその端末ね、この電木ね、めちゃくちゃ進化してますっていうのをやってて、まあ田舎のさやつがどんだけ進化してるのかわかんないんだけれども、もう昔にはなかった機能みたいなね、すごいのよ。あのコール&レスポンスみたいなやつとかもさあったりとかして、例えばなんかアリーナで言うとなんかわーみたいな、なんかその声に反応してくれたりとか、あとはなんか一緒にね歌ってくれたりとかするのすごくないそれ。で今人から専門のさお店とかもさ、前よりもさ全然増えてるらしいので、それいいよね。じゃあ仕事終わりカラカン集合、パーリ内してきますと。パーリ内してきますと。よし、久しぶりにお友達に会えるので、友達に会えるので楽しみですと。だからだんだんインクがなくなってきたような書き味になってきたな楽しみです。よし、で書いといて、で今日はもうね4時ぐらいに起きて、なんか最近ね4時ぐらいに起きることが多いかな。まあそっから普通にまだ寝れるわと思って寝ることもあるけど、だいたい4時ぐらいに起きちゃいますね。4時9分ぐらいに起きたかな今日ね。4時9分起床で、そっからなんかね読書したりとかねしてました。読書タイム、あと情報集めとかね、情報集めをして、いつも通りのまあ5時半過ぎぐらいから YouTube を撮り始めると。YouTube 撮影と。いいね、このさ1時間がさ2つに区切られてることによってさ、自然と5時から5時半、5時半から6時までみたいな区切りがさ自然とできるので、すごくね便利ですね。で6時から、今何時ですかね、今6時9分だって。
で6時半ぐらいまではそうだね、編集とアップロードね、編集とアップロードをして、でアップロードするけれども、今日あれね、これね、一国堂になってないか注意ね、一国堂さんになってないか注意、なっていないかチェック昨日本当に声が遅れてやってくるよみたいな感じだったからさめっちゃ面白いからちょっと見てみて。てかさ、あれさ、今さ、一国堂さんの3をさ、自然にさ、S 丸にしたけどさ、これもさ、世代だよね。あのね、昔ね、何々ちゃんとかで、何々ちゃんはね、C 丸にして、何々さんとかはね、なんか S 丸とかにしたりとかね、これさんとかね、あと先生とかね、そういうのもね、S 丸にしてたと思う。これはね、世代です。多分私の世代はね、結構その学校、学校の例えば授業中に手紙回したりとかする時の手紙の折り方とかさ、いろんな折り方があったのよ。でもね、一番ポピュラーなやつはね、あのなんか台形みたいなね、なんかこんな感じの形になる折り方が一番ポピュラーだったんじゃないかなと思います。なんかここら辺、ね、どんな折り方したかもう忘れちゃったけれども、あ、手先が器用な子とかはね、ハート型に折ったりとかもしてたんだけれども、私はもう完全にこっちのね、なんかちょっと南角形か分かんないようなね、感じの折り方をしておりましたね。授業中手紙回すとかしょっちゅうやってたよねそんなことは結構やってましたね。で、ちゃんさんとかね、もうこれも世代ですね。今でも書いたりとかするのか、私はね、今でもね、結構書いちゃったりとかしますね。ただ今もうこのなんか年齢になるとさ、何々さんっていうことあっても、何々ちゃんっていうことはなかなかなかったりとかするし、別にさ、友人知人だったらさ、ちゃん付けよりも完全にあだ名の方が多いしさ、あれだね、友人知人はね、そのアカウントのアカウント名で呼んじゃうことが非常に多いですね。大学の時からそういう傾向があったのかな。あんまり名前呼ぶにしても名字だけだったりとかさ、名字だけ呼んだりとか、あとはそのアカウント名で呼ぶことが本当に多かったですね。もうその頃ね、私の頃っていうのはもう SNS はもう完全にあった時代だったんで、なんでもうアカウント名呼びはね、めちゃくちゃ多かったです本当に多かったですね。一回ね、マジでね、なんかツイッターとかで、まだツイッターがね、日本でサービス開始して間もない頃っていうか、もうすごい爆発的にちょっと流行り始めた頃ね、漏れなくツイッターも私もやってたんだけれども、普通になんか質問されて返したらね、それがね、普通に教授だったっていうことがありましたね言語学のさ、言語学的なツイートをしたわけじゃなくて、なんか略称みたいな感じのね、ツイートをしたのよ。そしたら、これはどういう意味ですかっていう質問が来て、これだって何々っていう意味ですよって言ったら、言語学の教授だったって。そんなね、話もありましたね。わ、その時はね、マジで焦ったよね。先生やんみたいなさ、そういうこともありました。まあ今はね、なんかさ、機能的にさ、もうどれもそうじゃん。スレッズとかもそうだし、X もそうだけど、最初になんかおすすめがさ、おすすめが最初に出るっていうのがデフォルトになっちゃってね、あれどうにかしてくんないかね。あれさ、本当はさ、なんかさ、そのフォローしてる人だけを私は見たいのよ。フォローしている人だけ。それと、あとは時間軸とかももう常に最新のが出てほしいのに、それインスタグラムもそう。インスタグラムも常に最新のやつを出してほしいんだけどさ、気づいたらなんかもう見るとさ、5日前の投稿がトップに上がってきたりとかさ、するじゃん。あれ本当どうにかなんないか。あれ設定でどうにもできないよね、きっとね。本当どうにかしてほしいわ。だからさ、だから結局、例えばよ、なんか、イベントとかさ、あ、これいけると思って、トップにね、上がってきたやつで、これいけんじゃんって思って、日にち見たら、もうすでに5日とか1週間ぐらい前の投稿で、もう完全にそのポップアップ終わってるとかね、そういうことがあったりとかするんで、それなんかもったいないよね。ね、本当に。なんか、上げる動画じゃなくて、上げるさ、そのさ、ポストのさ、基準ってどうなってるんだろう。自分に関わりのある、そのさ、ポストがよくこう、上に上がってくるのか、もう本当なんか、今ね、
最新のものも上がってくるけど、ほんと2日3日前とかのやつはやったらめったら上がってきたりとかしますね。だから今きっとさ、みんなさ、わざわざ振り返って見ないじゃん。私も今振り返って見ないですもん。その時にインスタグラムを開いた時におーって思ったやつはすごい全部いいねするけれども、なんかもう多分見れない、なんか見返、その人のアカウントを見返さないと出てこないやつとかも結構あったりとかするので、私はね基本的にインスタグラム1日2回しかアップしてないので、なんで全然1日の終わりにアカウントポンって押していただいてチェックしていただければね、すぐ振り返れると思うんですけれども、これからねオリホンとかもネットプリントのね番号とかもインスタグラムとかで発表していくけれども、そういうものとかはいちいちね私のアカウントをちゃんとチェックしてみてください。な、例えば流れちゃったりとかするからさ、そういうのって大事な情報ほどね、なんでねそれはねチェックしてください。よろしくお願いします。一刻堂になってないかチェックで、ここら辺は朝食タイムね、朝食タイムとアニメタイムですね。朝食アニメ時間ということで、よし。今はさ、もうさ、こうやってボールペンでね書いちゃってるんで全然ね良いんですけれども、もしかしたらちょっと万年筆のインクによっては裏抜けがねするかもしれないです。まあ、システム手帳のリフィルってさ、別にさ万年筆のインクに全部が全部対応してるわけじゃないし、むしろねそうやって万年筆のインクで書きやすいっていうリフィルの方がもしかしたらちょっと少数かもしれないので、まあ、ダヴィンチのリフィルはもうトモエリバーがほとんどなので、それはねめちゃくちゃ書きやすいです。ただ裏抜けとか裏写りね、裏写りにめちゃくちゃシビアな人は多分トモエリバーのさ、色にもよるけどね、そのインクの色にもよるけれども、その裏写りがあーこれこんぐらい裏写りするかみたいなね感じちゃうかもしれないから、もうそれはね自分が旅のようにね紙を求めてみてください。結構ね、そのね、紙に詳しい人とか、紙好きな人はね、自分でリフィル自作してる人もたくさんいます。特にこういうメモとかね、こういうなんかフォーマットがさ、あるやつとかはさ、器用な人じゃないと、Excel とかさ、Word とかなんか活用して、器用な人じゃないと、そういうのね、やらないと思うんですけれども、メモリフィルとかだったら、自分で好きな紙を見つけて、そのね、大きさ、バイブルサイズだったらバイブルサイズの大きさに切ればさ、自分で自作のリフィルとか穴開けパンチがあれば簡単にできるので、あ、穴開けパンチはあれですよ、6穴パンチを用意してくださいね。私はオープン工業のこちらの6穴パンチを使用しているんですけれども、別にね、オープン工業だけじゃなくても、いろんなところからね、今6穴パンチって出たりとかするので、それをね、持っていると、システム手帳ライフがより便利になりますので、そういうのもね見てみてください。ということで今日はねこちらのメモリストのねこのリフィルを使ってみました。これねほんと便利なので、オンラインストア、とにかくオンラインストアを見てみてください。もうねメモリストは今だとね2023年を振り返るリフィルとかもね数量限定で販売してたりとかするので、しかもそれがね年末年始宝くじ的なさくじがついてるのかな、なんかね何円分のやつが当たるみたいな感じのくじがねついてたりとかする。それもねいいよね。あとメモリストは、ね、海外発送に対応してたと思うんで、そちらもね合わせて海外の方も、多分この YouTube のチャンネルねわざわざこの字幕スーパーをさオンにして翻訳機能をオンにしてさ見てくれてると思うんですけれども、メモリストっていう、システム手帳のねメーカーが日本にはございまして、メモリストね、メモリストで、こちらのね、メモリストの CEO の森本さんは、マジで英語ペラペラなので。ね、あれだよね、なんか、そうやってさ、英語喋れる人とかはさ、英語で YouTube 流せばいいのにって、私ほんと常に思うんだけどさ、なんで、みんなやらないんだろう。英語喋れる人さ、絶対英語でやった方がさ、グローバルにつながれるのにね。私の方はですね、今何にもやってないよね。てか、英語も喋れないし、何語も喋れないんですけれども、私はね、日本語でやるんで。なんでね、よろしくお願いします。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー。